はい、ゆきです。ラーメン二郎の、新潟店来ました。結構並んでますね。でもそんなでもないかな。何人並んでんだこれ。結構並んでます。まあ、とりあえずね、並んで食べたいと思います。とうとう、1番目、あともうちょいです。中入っても並ぶとは思わなかった。中町は仕事だ。匂いもう外で並んでたから、もうあ、もう終わりかなと思ったらまだ中で並んでニンニクマシマシで、野菜マシで、
疲れ様でした。いや、疲れた。あとね、イエローに、イエローのあっさり版みたいな、あっさりしてた。イエローやっぱ全然あっさりだったね。背脂の量が多分少ないんかな。全然あっさりしてた、スープが。で、イエローより、麺がね、柔らかかったね。あんまりこしらなかった。で、それでですね、俺2時半に、なんだ、駐車場、コインパーキングに止めたんですけど、もう、それで60分200円なんですけど、60分で帰ってくることができませんでした。ので、並ぶのだけで45分ぐらいかかったな。かかったんで、やっぱ30分のやつの方がいいな。30分100円のところの方が絶対いいわ。60分200円、60分間隔のやつはダメだね、多分。無駄な金を払うことになるわ。まあ、新潟のここら辺はすげえどこでもあるから、コインパーキングどこでもあるから、30分のとこ探した方がいいね。ということです。個人的には、ジローよりイエローの方が、癖が強い、とは思いました。で、まあ、ジローはあっさりしてんだけど、やっぱイエローの癖の強さが、やっぱり、個人的に好きかなっていう感じは、しましたね。ということで、バイバイ。